皆さん、こんにちは。SEK 元気トレーダーの遠藤です。2月9日、今週1週間終わりましたね。デイトレの方はいかがでしょうか。注目銘柄で利益確定できたという喜びのご報告、コメントをいただいております。皆さんおめでとうございました。ロスカットになった方は、しっかりとですね、損失を最小限に抑えること、資産をできるだけ守りながら、そして攻めていただくと。買いにしても、空売りにしてもですね、自信を持って臨んでいただきたいと思います。で、我々が今行っています、無料にてですね、皆さんにお送りしております、翌日用のデイトレード専用銘柄、無料配信ですね。まだ受け取っていないという方、もしいらっしゃいましたら、下にあります概要欄、リンク先、クリックしていただいてですね、ぜひ受け取ってください。メールアドレス、登録するだけで、翌営業日用の注目銘柄、デイトレ専用の銘柄を受け取ることができます。それが毎日届きますので、皆さんの銘柄選定の参考にしていただければ幸いです。さて、今日の内容は、翌営業日用のデイトレ専用注目銘柄7銘柄ありますので、一つ一つチャート解説をしていきたいと思います。最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。早速見ていきましょう。まず一つ目、130A、ウェルタスインシリコ。今日もストップ高となりました。強いですね。3005円。下髭の陽線。昨日も勢いづいて上げました。今日はギャップアップスタート後、売りに押される場面。結構ですね、ここまで押されましたね。これ5分で見てみましょう。このようにです。ギャップアップ後、ドスーンと売りに押されましたが、その後、11時にかけて買い戻されまして、5番、ストップ高となりました。ストップ高つけたのが2時57分、大引け直前ですね。その前は1時台ですね。2998円をつけて、その後売りに押されたんですけど、激しく動きますからね。非常にボラの高い、ボラの大きな動きを見せたということになります。まあ、結果、3005円ストップ高で終えました。公開額は1000円となっておりますので、もうすでに3倍超ということですね。この下髭陽線の動き、まあ、強さがですね、週明け火曜日も見られるかどうか、注目をして、ウェルタスインシリコを買い戦略で臨んでいきましょう。二つ目、5871ソライズ。こちらも直近 IPO 銘柄となります。一段高となりまして、ストップ高。出来高382万6500株。未約証分10万4500株を残した状態でのストップ高となりました。公開価格は1470円となります。2倍超もう上げていますね。強いですね。今日、下髭陽線のストップ高。大引けにかけて一旦剥がれる場面もありましたけれども、それでもしっかりと買い戻されました。今日の動きとしては、こちらですね。朝から見てみましょう。プラススタート、揉み合い後、力を貯めて1段。さらに揉んで、もう1段で全場ストップ高。今日は10時54分にストップ高つけています。まあ、その後、2時半以降ですね。売りに一瞬押されましたけど、すぐに買い戻され、また再びストップ高のまま着地をしたということになります。この流れですね、この勢いが週明け火曜日も続くかどうかに注目をして、ストライス見ていきましょう。3銘柄目。1885、東和建設工業。2月8日、決算発表を終えました、情報修正、まあ、増額ですね。プラスという、まあ、ポジティブなサプライズがあって、今日ストップ高となりました。よりからギャップアップスタート。一時的に売りに押されましたけれども、ぐん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 伸びていきました。商いも伴いながら上昇しました。106万5400株。全場ストップ高つけてからですね、何度も剥がれたんですね。何度も剥がれましたけれども、強かったですね。サポートが強く終えたと。で、200兆の内回注文分5万2100株を残した状態。で、週明け火曜日ですね。3連休明けの火曜日。どこからスタートするかによってまた変わるんですけれども、流れとしては上、買い戦略ということで、東和建設工業を見ていきましょう。3月には株式分割ですね、4分割をする予定となっている企業となります。4つ目。1514、住関ホールディングス。また再び出していきます。商いに伴いながらの一段高。2000円どころを突破していきましたね。
2119円が終値、プラス 10.36%、出来高532万3900株で着地をしております。こちらの決算発表は1月31日にも既に終えております。営業利益 515% 増ということで。で、一覧表は上げていきました。強いですね。さらに今日つけた高値どころ、全場です。11時17分に2171円をつけております。2171円をさらに上にブレイクしていけるかどうかに注目をして、スミスキーホールディングス回戦略で臨んでいきましょう。5銘柄目、9843ニトリホールディングス。日経平均採用銘柄となります。まあ、場中の、ね、動きとしてはですね、ニトリそれほど大きくは動きませんが、まあ、今日動きましたね。21,480円が9時47分につけた高値。で、今日の安値は25,520円となります。9時11分ですね。朝位置つけております。まあ、このレンジの中で動いたと。で、結果的に上髭、まあ、下髭、上にも下にも髭をつけている陽線で着地。ギャップアップ後、売りに押されましたけれども、しっかりと買い戻されたということになります。まあ、買い算が減少傾向にあって、売り算が増加傾向にある銘柄ゆえにというところですね。内容としては非常に強い。で、こちらは2月8日の決算内容ということになります。決算内容を交換した買い物。で、今日つけた高値どころ、21,480円をさらに週明け、ブレイクし切れかどうかに注目をして、ニトリ見ていきましょう。まあ、もしですね、今日の安値どころを割り込むことがあれば、まあ、一時的に下落していくことがありますので、デイトレとしてはもう外しとしてみていただくことをお勧めします。6銘柄目、8515、アイフル、日経500採用銘柄となります。今日、決算発表11時半ですね。前引け決算発表、サールクォーター営業利益 13.3% 減です。減益、さらに下方修正となりました。で、下方修正出した後、5倍寄りですね。売りに押されました。売られてスタートしましたが、こういう下方修正の悪材料織り込まれていたということでしょうか。一気に買い物が入りました。分足チャート見てみると、このような形になります。5倍寄りから見ていただくと、まあ、3分しましょうか。よくはここですね。前場は動きがほとんどなかったものの、5番、売られてスタートして、一気に買い物。まあ、リグイが入って寄りに押されて、一段高。ということですね。日賞金ベース 0.92 倍となっております。409円。まあ、定価部ではありますが、この勢い、商いに伴いながらの上昇ということで、今日つけた高値のこの410円、2時44分につけております。さらにブレイクしていけるかどうか。で、もしですね、週明け、安寄りして、その後、ずるずると陰線を出していくようであれば、この銘柄はもう、買いのポイントはなしというふうに判断をしていただければと思います。無理に安くなったから、まあ、400円割って390円ぐらいだから買おうと。いうことは避けるようにしてください。落ちてるナイフを掴んでしまって、結果、日をまたいで、含み損のまま持ち越してしまうことのないように、十分に気をつけてください。デイトレードの意味がなくなってしまいます。そして最後、7銘柄目、9984、ソフトバンクグループ。またこちらも再び出していきます。ギャップアップスタート後、大きく陽線を出しました。しかしながら、その後、一気に売り物に押されて、結果、まあ、じわじわですよね。このような形で落ちました。ふなしくろに出しましょうか。プラス 8.72% で着地となりました。一気にここですね。朝、売りに押されました。で、その後、小場もじわ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 と、安値、切り下げていく動き。そして、プラス 8.72% で終了となります。まあ、よりよりも、終値の方が低い。上髭陰線、出来高急増となります。で、出来高は5170万8800株。一旦の天井と見ることも考えられますので、今日の安値どころ、つまり7957円9時12分につけた価格、これを割り込むことがあれば、開けた窓を売りに、埋めに動くですね。売り物が入ってもおかしくないということで、ソフトバンクグループに関しましては、まあ、今日の高値どころを抜けない限りは、基本的には安値割れの売り戦略、空売りということで、ソフトバンクグループ見ていただければと思います。以上、7銘柄となります。この動画の内容が参考になった方は、いいねボタン押してください。チャンネル登録まだ行っていないという方は、今すぐ下、チャンネル登録してください。そして先ほどお伝えしました、翌日用のデイトレ専用注目銘柄ですね。
毎日皆さんに公開しております。お届けしております。受け取っていないという方は、今すぐ下の概要欄、リンク先クリックしていただいて受け取ってください。必ずや皆さん、デイトレードのプラスになると、そう信じてお送りしております。今日の内容はここまでといたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。土日月3連休ゆっくりそして健康的に過ごしていただいて、火曜日から新鮮な気持ちでデートで臨んで利を確保していきましょう。では失礼します。